タレントパーだったらもう入ってましたね。そうですよ。いけ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 、うわー、まずどうすればいいんだよ。2015年、髪切っちゃった。髪切っちゃいました。ショートカットで、臨む初撮影です、というわけで、こちらのゲンズさんにお邪魔するのは3回目なんですけれども、前回前々回は勝てず、前回はビッグヒで負けるっていうね、2連敗をしているので、今回こそは3度目の正直ということで頑張って勝ちたいと思います。早速店内に行ってまいります。入店、こっちこっち、入店、やってきました。ゲンズさん、先ほどもオープニングで言ったんですけれども、今日3回目、前回前々回と負けているんで、今日こそは勝ちたい。もうスロットで、ゲンズさんといえばやっぱりね、ジャグラーコーナーがすごいイメージがあるので、もう今日は迷わずジャグラーコーナーをチェックします。ここからジャグラーコーナーが始まっております。で、マイジャグがあって、ジャグラーガールズがあるんですけれども、いつも結構ね、あれなんですよ、あの回数がついてる台はお客さんが打てるんで、なかなかね、ちょっと打てない状況ではあるんですけれども、ちょっと気になるのはこの20-26、6261回転のマイジャグラー2。私前回この辺で負けた気がするんだよな。これが、今日が5683回転回ってて 29-18。 あと気になるのはこっち、あ、でもこれ最後でがっつり上げた感じだな。あっさ、ちょっと一応これを私は候補にします。アイムジャグラーアペックス5683。今日ちょっとアペックスがなかなか良さげな感じ。まあ、それ以外もね、あのまだお客様打ってるけど、ハッピーが7000回転で28-25とか、パチスロケロット3がなかなか気になる感じの台があるんですけれども、5266回転 22-17 か。まあでもちょっと弱いかな。それを考えるとやっぱりさっきのジャグラーが一番良さそうなんだよな。本日はこちらのアイムジャグラーアペックス5683回転 29-18、 120分の1の台を打とうと思います。というわけで本日はアイムジャグラーアペックスを打っていきたいと思いますと、まあ、その前にですね、こちらなんと新しいステッカーが出来上がりました。多分もうイラストとかは他の動画で使われているかもしれないんですけれども、あの前のステッカーのちょっと在庫がなくなってしまったので、新しいイラストでニューステッカーが出来上がったので、こちら撮影の時に持っているんで、皆さん遊びに来るときはぜひお声かけください。というわけで、本日もよろしくお願いします。今がね11分前、ちょっと早いけどね、行っちゃおう、頑張ろう。気合を込めて、あの気合を込めてたらなんかボタンの場所が、あ、ブドウって大事なんだなって改めて思ったので、ブドウを頑張って引いてください。もちろんペカってするのも大事だけどね、ブドウも結構大事なんですよ。ブドウないとリク引いても負けちゃうから。追加投資、まあでも200ゲーム内で引いてることも多いんで、ちょっと頑張って光ってくれることを願ってるんですけどね。結構ね、あの切ろうかどうしようかずっと悩んでたんですけど、あの冬場は私、あの静電気がすごくて、ね、この後ろのところが
コートとか着たりマフラー巻いたりするとなんかもしゃもしゃってなるので、あまりにもそれがうざくてついついこんな寒いのに切ってしまいましたよ。でもなんかシャンプーとかめっちゃ楽だけどやっぱり髪切ったら寒いで追加投資。ちょっと当たんないな、大丈夫かな、全然全然大丈夫じゃないよ、私もペカりたい。分からない、291回転、もうすぐ300いっちゃうよ、あと4分だよ、追加投資、投資は潔く、ついに300超えたよ、やばい、あと2分だ。多分あんまり気負わず打とう、気負うと当たらない気がする。やばい、追加投資、ブドウはいっぱい来る、ブドウもリプレイも来る、でもゴーゴーランプが光らない、終了って言ってるよ。もうだってさ、これ7ここにいるんだよ。まあリプレイがベルじゃない、リプレイがブドウでしょうね、ブドウ。もう当たんなかった、また負けた。でもこれ下手したらこれ50枚以上あるかもしれない、何枚あるか流してみたいと思います。今日も光らなかった、でも50枚あるかもしれない、本日は56枚、50枚はありました、でも負けです、マイナスです。ふう、今日も引けなかった。はい、実戦終了、本日はアイムジャグラーアペックスを打たせていただきました。ね、開始の時は3度目の正直ということで今日頑張って勝ちますと言っていたんですけれども、結果はこちらにというわけで、本日の投資は250枚、そして、獲得枚数って言っていいのかな、これ余り枚数って感じですよね、56枚ということでマイナス194枚でございます。3度目の正直ではなく2度あることは3度あるになりました。というわけで3連敗しちゃいました。座ってる台は間違いなく合算は良かったし、スランプ的にも良かったの毎回、しかも、で要はだから私が引き終わっているだけなんですけれども、この引き輪を2015年は頑張って脱却していこうかなと思っております。自分の力で何とかできるものはしたいです。はい、というわけで本日撮影をさせていただいたゲンズさん、まあ、何回かピーマートテレビの撮影をさせていただいております。私も実際今日で3回目で撮影でお邪魔しているんですけれども、これからもまた撮影でお邪魔することもあるかもしれません。私以外のピーマートメンバーがお邪魔する可能性もあります。ぜひぜひ皆さん、撮影の日はもちろんなんですけれども、お近くの方はいつでも楽しく遊べるお店だと思います。宮崎県延岡市ゲンズさん、ぜひ遊びに来てくださると嬉しいです。というわけで、まだギリギリ多分プラスだと思います。超ギリギリだけど多分あと1回ぐらいは耐えられる。このプラスがあるうちにもう一度勝って、見事プラスをねちょっと伸ばしたいなと思っているんで、次回こそは頑張りたいと思います。ここ最近何連敗してるんだろう私。ということで、次回も頑張りますので皆さんまた応援よろしくお願いします。それではまたね。YouTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。YouTube ダウンロードしてね。えいえい。